シェフミジーク、皆さんこんにちは。ボアクレールプレゼンツ音楽のひとしずくへようこそ。お忙しい生活の中のほっと一息つく時間に、内藤育子がお送りする音楽のちょっとしたお話を語る番組です。毎日たくさんの方々と音楽の時間をご一緒に過ごす中で、皆さんのほんの些細な一言から思いがけず音楽の素敵なお話へと発展することがよくあります。この番組でも皆さんの落としてくださるひとしずくから、新しい発見や小さな知識へと水門を広げていきたいと思います。今日のひとしずくは、レッスンで電子ピアノ第2回目。前回は電子ピアノの現在の位置づけ、開発と販売をする側のメーカー、家庭での使われ方や音楽大学での捉え方、そして最後に音楽教室のレッスンでの使われ方のお話にも少し入ったところで終わりました。今日はそこをさらに進めて、音楽指導の現場での電子ピアノの価値について具体的にお話ししていきたいと思います。前回も低音の表現力を育てる練習でチェロの音色を使うという例を話題にしましたが、電子楽器の一番の魅力はその多彩な音色です。電子ピアノの中の音色のメインであるアコースティックピアノ音色についてはメーカー側も一番力を入れていて、価格に沿って相応の良い音が用意されていますが、ピアノを中心とした鍵盤楽器のレッスンであれば、私が注目したいと思うのはチェンバロとエレピです。古楽とは何かについては話が大きすぎるのでここでは深くは語りませんが、一般的に指導者によって古楽と呼ばれている音楽をレッスンで学んでいただくことは当たり前のメニューです。例えばバッハのインベンション、ここを指導しない先生はいないと思います。ピアノが生まれる前の時代の鍵盤楽器はチェンバロだけではなく他にもいくつかあるし、どの時代からの作品を古楽として対象にするのかも考えは指導者によって様々。それに考え方の大切な点として、現代人が古楽を学ぶのにまず一つはチェンバロでの演奏と表現の技術を磨く楽しさという面と、もう一つは現代の楽器、例えばグランドピアノで古楽の表現ができる技術を学ぶのと、レッスンでそのどちらを選ぶのか、それも指導者の考え方次第です。今お話ししたそれらのことが大切なんだということを踏まえた上で、私はもっとラフなバッハの練習曲ってチェンバロの音で弾いたら楽しいよね程度の感覚で、タイミングよくチェンバロで弾かせてあげたいなと思います。そんな私のいつか手に入れたい楽器がローランドの C30 という電子チェンバロ。アコースティックのチェンバロはピアノのように誰でもが持てるものではなく、ほんの少ししかいないプロの奏者の私物と、そして研究所や博物館のようなところにある、そんな楽器です。扱いもとても難しい。
ですから発売以来何十年も今でも世界中のクラシックシーンで褒めたたえられている電子チェンバロをローランドが作ったということは大きな功績だと思っています。私の主催する演奏会では私自身も生徒さんたちもバロック以前の作品はこの楽器で発表します。ローランドが毎回貸してくださるのでね、本当にありがたいです。そして電子ピアノにはほとんど必ずと言っていいほどチェンバロの音色が内蔵されています。と言っても音色のクオリティはピンキリなんです。 C30 のようなタッチまで本格的な古楽演奏用の楽器がなくてもどこにでもある手軽な電子ピアノでチェンバロの音色で古楽のレッスンをするのはとても勉強になり楽しいことです。もしも最終的には先ほど言った現代の楽器で古楽の表現ができる技術を学ぶという方の考え方でアコースティックピアノで古楽を弾けることを目指すのだとしても、そもそも自分の手でチェンバロの音色で演奏する経験が土台にないと無理ですからね。次にエレピ。よく電気ピアノと電子ピアノの区別がついていない方がいますが、音楽家にとっては違うものを指す名称です。電気ピアノというのはエレクトリックピアノ、私たちがエレピと呼んでいる楽器のことで、機械の種類ということであれば今の電子ピアノ、デジタルピアノの祖先ですが、内部が今のようにデジタル信号のコンピュータ処理ではなく、簡単に言うと物理的にハンマーが金属を叩いて内部のスピーカーを通してその音を増幅させていたのです。ローズという楽器が始めで、様々なロックやポピュラーの音楽の演奏に使われ、今でもそれらのジャンルの鍵盤弾きにとっては世界的な名器として憧れ、歴史に残るアーティストの名演に数多く使われて、一音聞いただけでその音はすぐにわかります。そのローズの音にそっくりな音色や、それをもとに変化させたエレピの音色がいくつも、今のクオリティの高い電子ピアノには入っていて、私たちを楽しませてくれるのです。チェンバロとエレピ以外にも楽器音と名の付くものはほとんどと言っていいほど本物にそっくりな音が入っている、そういう電子ピアノはいくつかあります。高度な機種では弦楽器も管楽器も打楽器も民族楽器もどれもみんな鍵盤で弾くことができます。低位機種でも最小でも 5,6 種類は音色を持っています。まるで本当にそれらの楽器を演奏しているような気分で曲を楽しみ、また指導という面では前回お話ししたようにピアノ作品をそれらの音を使ってパート練習することで表現力が飛躍的に増していきます。それには先生自身にどんな音色がその今やっているトレーニングにふさわしいのかを見極める能力が必要なので、先生も同時に成長することができるでしょうね。私の持っているローランドの昔々の名器 KR はなんと747というすごい数の音色を持っています。それらの音を選んで重ねてバランスを変えたり鍵盤で音域を分けたりといろいろな機能を駆使して曲を弾くのは本当に楽しく、自分の音楽が育っていく実感があります。それを生徒さんのレッスンでもご一緒にやっています。次に録音機能について。私はことあるごとに
自分の演奏を客観的に聞く力の重要性を説いています。それがあれば確実に進化できるからです。その力を育てる方法はいくつかありますが、お手軽なのが録音、録画。今ではスマホで簡単に録音ができるので、レッスン自体を丸ごと録音する方も増えてきましたし、舞台の前や一曲の仕上げ時期、またはどうしても直していただきたい弾き癖を直すためなどにも、私もレッスンで弾いていらっしゃる姿を送ってあげたりもしています。でも、いちいちスマホをセットしなくても、またスマホのクラウドの容量を占めてしまわなくても、電子ピアノにはかなりの確率で録音機能が備わっているのです。正確に言うと、弾くという行為の記録。何の鍵盤をどんなタイミングでどれくらいのタッチでどれくらいの長さ弾いたかをデータで記録しています。弾く前に録音というボタンを一つ押すだけ。終わったらストップボタンを押してそれで完了です。録音したものを途中から聞くことももちろん簡単にできます。これは自分の客観力を育てるためだけではなく、保存して貯めていくことができるので、自分の何年間もの仕上がった演奏を取っていけば記念にもなりますよね。そのデータ録音を音として CD など別のデバイスで聞けるように記録することもできます。最近ではなかなか会うことができなくなった遠くにいるおじいちゃんおばあちゃんに娘の演奏を録音してそれを CD にして送ってあげたんですよ、なんていう話も聞くことができます。データ録音というのは音そのものを記録するのではないので、再生するたびにその電子ピアノの中に入っている音をそのデータが鳴らすという構造なので、音はスマホの録音などよりもずっとずっととても綺麗な音ですよ。そしてそのようにピアノ曲を一曲録音するだけではなく、重ね録音という素晴らしい機能を持っている機種も中にはあります。これを私はバロックをはじめとした一曲の鍵盤曲の中にいくつものメロディーパートがある音楽を楽しむのに役立てています。バロックは複数のメロディーパートを同時に演奏するような構造をしていますので、最終的にそれを全部10本の指で同時に弾ける。ただ鍵盤を押せるのではなく豊かな音楽になるようにする。それには独特の練習方法と理解の仕方、そして長い時間が必要です。その途中段階として、各パートが一つずつ練習できた時点で、それらを重ね録音して、同時には弾いていないけれども自分の演奏という状態で完成状態を聞くことができます。また、重ねの二つ目以降は、前に録音したパートと今弾いているパートの関わり方を観察しながら弾くことができるので、より音楽としてのレベルが上がっていきます。人と場合によっては、その重ね録音が完成した時点で、その曲の楽しみはゴールとすることもあるでしょうしね。取り組んでいる音楽によっては、例えばオーケストラ曲もバンドの曲も、音色さえ揃っていれば、重ね録音はとても楽しいものです。さて、またしても時間が長くなってしまいました。まだ話題にしていないのは、ポピュラー音楽の指導での電子ピアノ。ここもとても大切で、先生としては本当にありがたいなと思える素敵な電子ピアノの使い方があるのです。そのお話はまたまた次回に回すことにしましょう。いかがでしたか？電子ピアノの音色と録音機能について、これでもかなり浅く簡単にご紹介くらいの感じでお話ししました。
電子ピアノで練習したり、レッスンをしたり受けたりするときには、少しでも思い出していただけたら嬉しいです。ボアクレールではホームページ、Facebook、Instagram、Twitter、アメーバブログ、ノート、ポッドキャストにて楽しい音楽の情報を発信しています。概要欄をご参照くださり、ぜひご視聴ください。それでは今日はこの辺で、今週も音楽にあふれた一週間でありますように。Music and Design。